開催地地元ではあるんですけれども、アイスも変わりストーンも変わり、その状況に少しずつ対応できてきたかなというように考えています。アイスの変化があるということまでは掴んだんですけれども、それに対する対応という点ではまだ不十分なところがあるので、そこはチームでコミュニケーションを取りながら解決していきたいというふうに考えています。明日からは我々のチームのエース長澤が到着しますので、彼満を持して彼を迎えて後半戦頑張りたいと思ってます。はい、引き続き頑張ります。よろしくお願いします。